桜号コスモス号宮城町コミュニティバスは、佐賀県宮城郡宮城町が町内各地で運行するコミュニティバスである。宮城町の旧中原町、旧北重安町と旧峰町の中心部総合間を結ぶ路線1路線と旧各町域を運行する4路線がある。全車は非祝日を除く毎日運行で、後者は確実運行。実際の運行業務は、 トスコのタクシーが行っている。運賃は、中学生以上が100円均一、小学生50円均一、小学生未満の幼児及び障害者手帳所持者は、無料。日曜日、年末年始は、全路線運休する。宮城町役場における事業の所管は、事業部町づくり課である。二千九年九月一日にふるさと、雇用再生特別基金を活用し、調査。 研究のための指行として、運賃無料で運行開始した。水曜日、土曜日に運行する南北ルート、月曜日、木曜日に運行する東南アンド、シーペルート、火曜日、金曜日に運行する西南アンド、東北ルートが設定された。2012年3月31日限りで、事業期間が満了し、運行を終了したが、同年5月から火曜日、木曜日に、 南北ルートの運行を再開した。2012年10月1日から5路線で本格運行を開始した。この本格運行に伴い車両を置き換え、運賃も有料化された。2018年10月1日より運行事業者が西鉄バス佐賀からトスコーナタクシーに変更された。2013年10月1日現在以下の路線がある。宮城中央線は 旧山頂の中心部総五感を結ぶ路線。日祝日、盆などを除く毎日4往復運行される。ミネ東線は、旧ミネ町域の国道264号より、南東側、中原線は、旧中原町域、ミネ西線は、旧ミネ町域の国道264号より、南西側、北茂安線は、旧北茂安町域を循環する路線。いずれも、 確実運行で、午前と午後に2本ずつが運行され、午前の2便は右回り、午後の2便は左回りに運行される。試行運行時の車両を2012年10月の有料化、本格運行開始に伴い新規に導入された1、2人乗りの専用車両2台を使用する。1台は白地に、ピンク色基調のイラストと、ありがとうの文字を入れ、桜号の愛称が付けられ、もう1台は白地に、 緑色基調のイラストと、あえてよかった。の文字を入れ、コスモス号の愛称が付けられている。西鉄バス、佐賀時代は、都市社に所属。西鉄の車両番号は付けられていなかった。運行開始当初は、西鉄バス佐賀の在来の小型車1台を、専用車として使用していた。2010年6月1日からはラッピングを施し、コスモス号の愛称を付け、 無料運行終了まで使用された。ありがとうございます。